トランジットコネクトは、フォードヨーロッパが開発し、フォードオートさんが製造するパネル版である。この車は、ピーター・ホーベリーによりデザインされ、球体化したフォードエスコートとフィエスタを元にした版の、クーリエを代替して2002年に導入された。クーリエは、同年に生産終了となった。レジャーアクティビティビークルのフォードトルネオコネクトは、トランジットコネクトに、後部の側面窓と、 後部座席を追加した車である。輸入される軽トラックに課せられる、鶏肉税を回避するために、北、アメリカ向けのトランジットコネクトは、全車乗用車として輸入されている。トランジットコネクトは、もともとは、フォードフォーカス用前輪駆動のフォード C170 プラットフォームを採用しており、現行のプラットフォームは、北米向けフォーカスと同一のものを使用している。名称以外では、 トランジットと共用する部品はほとんどない。コネクトはオトサン社がトルコのイズミット・コジャエリ近郊のにある全く新しい工場でオートモビルクラヨーバ社がルーマニアで生産している。トランジットコネクトはプロフェッショナル版アンドライトトラック誌のバン・オブ・ザ・イヤー2004を受賞し北アメリカ市場に導入された初年度には北米国際オートショーで ノースアメリカトラックオブザイヤー2010を受賞した。トランジットコネクト2009年半ばから、トランジットコネクトは、米国とカナダに輸入されている。この車は米国では2008年のシカゴオートショーで、初めて披露され、翌年のショーの2009年2月11日に2010年モデルとして発表された。北米モデルの導入はモデル半ばのフェイスリフトと同時期だったため、 フロントグリルの変更、深くなった、全部バンパー、シフトレバーと C307 型フォーカスから流用した、軽基板を持つ新しいダッシュボードを備えている。当初は2.0リットル直列4、気筒ガソリンエンジンと4速 AT を備える、超ホイールベース版の版のみが、北米市場で提供され、その他の地域では1.8リットルディーゼルエンジンと5速、MT の組み合わせだけであった。 導入の1年後にアジュールダイナミクス社の米国工場で改装された電気自動車版が追加された。北米での興味と認知度の喚起のために移動ショールームとして特別に改装されたトランジットコネクトが使用のために小規模事業主へ3000台提供されることを目標に2009年5月には米国内13の繁華街にある工業地区と適切な現場へ投入された。 2011年からフォード社は、米国とカナダで、5座席、ポップアップ式換気用後部、側窓、四角警告装置、後方視認カメラ、体型アルミホイール、ボディ同色グリル、全部フォグランプを装備した個人向け多用途版である、トランジットコネクト XLT プレミアムワゴンを提供し始める。トランジットコネクトワゴンは、2007年にフリースターが、 廃止されて、依頼初のフォード製ミニバンであるが、大きさという点では1986年から1997年まで販売されていたフォードやロスターに近いものである。輸入ライトトラックに課される25%の関税を回避するために、フォード車はすべてのトランジットコネクトを、後部窓、後部座席と、後部座席用シートベルトを備える乗用車として輸入している。 この車はトルコから、ワレニウス・ウィールヘルム線ロジスティクス社所有の貨物船に乗せて輸出され、ボルチモアで陸揚げされた後で、WWL ビークルサービスアメリカズ社の工場で、後部窓を金属パネルに交換、後部座席の撤去を行い、商用車に改装される。取り外された部品は、その後再利用される。この工程は、貨物自動車に課される。 関税規定を回避するために実施されている。貨物自動車にはシートベルト付きの後部座席や後部窓は不必要なことから、これらの部品が付いている車両は商用車としての扱いを免除される。この改装工程に対し報道車は1台につき数百 US ドルをかけているが、チキンタックスとして支払わなければならない数千 US ドルを免れている。こういったことが、 幾分影響して、北米 A はロングホイールベースとハイルーフ仕様のみが輸出されている。トランジットコネクトはニューヨークの次世代タクシーの最終候補の3台のうちの1台に選出されていた。最終結果は2011年5月に発表されたが、惜しくも選定から漏れた。選ばれれば、首都の10年間の独占契約が与えられる予定だった。 トランジットコネクトエレクトリック2009年のシカゴオートショーでフォード社はトランジットコネクトのバッテリー駆動版の開発を表明した。後の同年のジュネーブモーターショーでフォード社はトランジットコネクトと類似の乗用版であるフォードトルネオコネクトのバッテリー駆動版試作者を披露した。フォード社はもともとスミスエレクトリックビークル社がこの車に 電動駆動系とリチウムン二次電池パックを搭載したと発表したが、後にジョンソンコントロールズ社をバッテリーの供給者とするアジュールダイナミクス社を共同事業者とした。生産トランジットコネクトエレクトリックの全モーター駆動走行可能距離は最大80マイルである。生産は2010年12月に始まり、2011年4月には、 年産600から700台の最大生産能力に達する予定である。この車は小材にあるフォード社の工場でビークルグライダーとして生産され、その後に米国のアジュールダイナミクス社に向け出荷されて、ミシガン州リボニアにあるエ m ムジェネラル社の工場でホースドライブ動力系統とその他の部品が搭載される。アジュールダイナミクス社は トランジットコネクトエレクトリックで使用するリチウムイオン二次電池を生産するためにジョンソンコントロールズ社と協業している。販売と価格初期生産分は2010年12月に AT&T、カナダ郵便、ニューヨーク州電力公社、サザンカリフォルニアエディソンといった米国とカナダの企業数社へ納入された。 トランジットコネクトエレクトリックの価格は 57,400US ドルであり、この価格は電気自動車に対する連邦政府や州、自治体の補助金による値引きを適用後でさえガソリンエンジン版の2倍以上の価格である。14台の車両が政府の超低炭素自動車実証プロジェクトのために英国へ輸出された。フォードトランジットコネクトの超高性能モデルとしてフォード社の技術陣が 出力 212bhp のフォードフォーカス RS、SO、用エンジンを用いて開発したフォードトランジットコネクトプレスが TV 番組フィフスギアで紹介された。ありがとうございます。